どうもしょうちゃんベースでいらっしゃい。ということで早速ねスタバの新作チョコレートオンザチョコレート、この前紹介の時に少し言ったんですけど、そちら買ってきました。それよりね、ちょっと大変なことが起きました。思いっきり一眼持ってきたのに、バッテリーを忘れるという、考えた末携帯で撮っております。ちょっと音質とかね悪いかもしれないんですけど、お気になさらずに。ということで、買ってきましたチョコレートオンザチョコレートで、チョコレートオンザチョコレートオンザチョコレートということでですね、今回チョコレートオンザフラペチーノを2つ買ったんですよ。なんで2つかっていうと、1つは普通の、もう1つはチョコレートオンザチョコレートにチョコレートソーストッピングしたんですね。チョコレートを極めた一品になっております。その店員さん曰くね、そのチョコチップとかも入れてくださいって言ったんですけど、あんま変わんないよってことだったんで、入れないで大丈夫ですって、チョコレートソースだけにしたんですけど、正直チョコレートソースだけかけるんだったら買わなくてよかったかなって思ってます。ということで寒いんですけど飲んでいきたいと思います。チョコレートオンザチョコレート、いただきます。うわ、ザチョコ。この前のはもっとミルク感あって、甘みがねこれに比べたらもうちょい控えめだったんですけど、チョコ好きの俺からしたらめっちゃうめえ。うわ、寒い。中にチョコクッキーっていうかね、なんかオレオみたいなクッキーチップが入ってます。今日発売当日なんで、さっきドライブスルーで買ってきたんですけど、10時から来ております。店員さんにニュースの増田さんみたいな髪型ですね言われました。前回の動画で買ったものは食べきって飲み切るって言ったんですけど、これは飲み切りたいと思います。これはね正直多分あんま変わんないんで。チョコ足すとちょっとね贅沢感が増す。これでいこう。ということでこれ飲み切ったらこの動画を終わりにします。飲みながらこの動画を編集したいと思います。細かいこと言うの忘れちゃった。チョコレートオンザチョコレートのこだわりとは、これ前回読んだ気がするけどね、読んでなかったっけ。なんだ抵抗がなくなったな動画撮影することに。もうカメラに向かい始めて3年ぐらい経つんで、一人でカメラに向かって喋ってても別にそんな恥ずかしくないっていうか、高校生は今日下校とかで行くのかな。チョコの粉末が。最後の方チョコチップがすごいゴロゴロしてて、噛んで食べてたんで結構食べ応えありました。本当は今飲み切りたい気分なんですけど、家帰って練習しながら飲みたいと思います。今回のチョコレートオンザチョコレート非常に美味しかったです。なんとなくだけど売り切れる気がします、いろんな店舗で。今日はねフラペチーノしか出てないんで、これで以上にしたいと思います。このチャンネル初めて見に来た方、まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録した方はぜひ高評価もついでによろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok 更新してますんで、ぜひそちらの方もチェックよろしくお願いします。グループの方のチャンネルアクシデンターズ、まだ知らないよって方いないと思うんですけど、もしいたらチャンネル登録よろしくお願いします。朝から公園で男一人がフラペチーノを飲む動画でした。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。 See you again.